久保さん、今回、あの、闘魂の塔にしましょうか。塔。戦うと。ま、あの、100万回とかね。まあ、自分と戦う。多分100万回はできるんですよ。できない理由って、自分と多分、あの、向き合い、自分に勝てないからじゃないですか。これね、Y の進撃だったかな。これね、YouTube であるんですよ。Y の進撃だと 進撃の Y だそう。進撃の Y っていうチャンネルがあるんですけども、100万回シュート練習したらどうなんねんっていうね、あの、ことをやった人がいて、結局この100万回キックして、なんかあの、なんかクラブチームに入ったのかなまあ、めっちゃ重くなって、なんか、あの、あれですね。そう。で、動画がひたすらキックしてる動画なんですよ。人はその100万回練習したらどうなんのかっていうね。 はい、あ、あと、進撃の Y。あ、あれですね。本も、あ、本も出したんだ。はい。チャンネル登録10万人。ただボ、サッカーボールを蹴ってるだけなんですけど、最初、最初はね。100万回練習したらどうなんねん、みたいな。すごいですよね。そう。で、一番これね、バズった動画が、編集してるやつなんですけど、 580万回回してますね。キック100万回。達成率5.9%。2年前や。もしも下手くそがキックを100万回練習したら、580万回もし。もしも下手くそがキックを100万回練習したら、453万回、えー。もしも下手くそが、すません。100万回です。 でも100万回練習したらすごいですよ、これ。すごい本当うまくなってるからね。うん。多分できない理由って、あれなんですよね。あの、自分に勝ててないというか。だってわかるじゃないですか。練習すればうまくなるってみんなわかると思うんですよ。で、しかもそれが100万回レベル練習したら、まあ想像はつかないけど、100%うまくなるっていうのは、多分予測できません 予測をできると思う。予測できないことが世の中にいっぱいあると思うんですけど、予測できることもあるじゃないですか。100万回練習して下手になるってことがあり得るのかと。それは予測します。100万回練習して下手になるっていうことはあなたは予測しますか多分予測できないでしょうな、これね。だからほほ、ほぼ確実性がありますよね。上達する確実性があるけど、みんなやらないですよね。 なんか不確,不確実性なところをやるんです、うん、探してるんですけど、確実なことやればいいじゃないですか。確実に稼ぎたいんだったら、確実になことやればいいと思うんですけど、みんなやんないですよね。何なんだろう。<laughs> って話ですよね。確実を求めて、本当に稼げるんですかと。いや、やれば本当にスキル上がるけど、やらないですよね。<laughs> スキルがあれば稼ぎやすいじゃないですか。うん。何なんでしょうね。 いってらっしゃい。